とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー周回やっていきたいと思います。今回のタワーは周回しやすい。本当にね、今回チャンスだと思います。ただ、いいものが出るかどうかは、わかりませんけどね。はい。ということで、10周ぐらい、やってみようと思います。まあイベント装備のいいやつ、まあ大釜あたりだな、欲しいのは。それが出てきてくれればものすごく嬉しいです。ちょっと初動が遅れたな。ちょっと初動が遅れて倒すのが遅くなったけども、問題ないですね。では一発目見てみましょう。ピンクスコンドレルはありだね。まあ、ベビーはいらない。まあ黒斑からいきましょう。黒斑も必要はないと思うんだけどね。6フォーカス1いりません。なんだ、あークリティカルはつかなくていいかな。まあ物は悪くないのでいいかもしれない。次行きましょう。2周目。今なんか、正体が来てたな。まあいいや。フロストスレイヤー、いいね。クリティカル1いりません。バブルバースターいいよね。まあネバネバは持ってるけども、どうだ？いりません。エコーも合わないだろうね。物はいいよ。今回結構物はいいですね。では、次に行きます。次は、どうでしょうか。グリーンメラス。いらないかな。いらないね。両刃の斧もいらない。呪われた弓。ダメか。いや、もともとが良くないな。性能は良くないんだ。見た目だけか。まあもちろんいりません。次。はい。シナジーか。いや、でもな、太陽の愛だもんね。使わないかな。シナジー自体はいいんだけど。で、こっちが輝き2か。ダメだな。まあ、一応、いや、違うな。違うな。シナジーとは相性悪いわ。はい。お、クモノス来た。クモノスは、まあ、欲しいよね。欲しいよね。殺戮いりません。で、あ、爆発3。3がついてる。ストームランダーは、輝き1。どうでしょうかね。下には、まあそんなについてない。どうだ？成長はいらない。違うなぁ。いや、物はね、結構いいのが今日は出るよ。いいのが結構出る。あとは、黄金次第。次は、お、あー、違う。これじゃないなぁ。そうぶれ、いや、黄金が良くないな。全然、今回、黄金に恵まれてませんね。装備はいいのが出るんだけどね。黄金が良くないです。次はどうだ？これはダメです。これはダメ。スライサーはいつ光を浴びることができるのか。ダメだね。これは。まあ一切日の目を浴びない装備ですね。達人もね、同じく。ワールウィンド前好きだったけどな、今は使わないかな。ドラ、あー、また来たか。呪われた弓、リフレッシュいりません。闇のアーマーももちろんいらない。達人は、あ、いや、持ってるね。持ってるわ。まだカスタムしてないけど持ってる。輝きに黄金がほんと良くないね。
じゃあ、あと2回頑張りましょうか。どうだ、お、ん、え、どうだったっけ、この一番右の防具、名前なんだったっけ、忘れた。空腹の恐怖、あ、違う、あれは赤いやつだ。まあいいや、スポンジストライカーいりません。虚無を呼ぶもの、これももちろんいりません。何だったっけ、あ、最も飢えたホラーだ。はい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 、あれだな、反逆者と同じやつね。どう、火炎フォーカスはいらない。いやでもこれ見た目はなんかいまいちだった気がするな、来た時が。では次がラストですね。ラスト行きましょう。それではラストです。いらない、まあ、全部微妙、いや呪いの斧はありだね。呪いの斧、リフレッシュがないところを見ると、リフレッシュがついてくれるか。お、ついたついた、大成功、大正解です。うん、大当たりだね。うん、結構あの黄金に重力がつくこと多いんだけども、これはねいいね。うん、黄金はリフレッシュ結構つきやすいもんね。でもよかった、呪いの斧、この両刃斧系は、重力いらないもんね。重力いらないのでよかった。下も追い打ち虚無がついてるので、一番右に、そうね、ダイナモとかアーティファクトシナジーなんかをつければ良さそう。まあ、追い打ちのところにも、なんか別に入れても良さそうだね。まあまあ、呪いの斧がいいので、ブロードソードはいらないですね。旋風さん、全然合わない。まあ、呪いの斧。最後に、大当たり、出ましたね。もうすでに、いいやつは持ってたと思うんだけども、まあ、いいんじゃないですか。はい。ということで、1日で10周できましたね。今回は本当にね、周回が楽。うん。1周16分、17分ぐらいで終わるので、いい感じですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。